こんにちは、足から健康、足神様です。今日もよろしくお願いいたします。今日のテーマはですね、外反母趾の方に選んでほしい靴のメーカーということで、ベスト3を挙げていきたいと思うんですけども、外反母趾の方って非常に靴選びがね難しいということなんですけども、どうしてもあのお医者さんで作ったりとかね、まあ、それはちょっと今日置いときましょう。既存のメーカーの靴で、まあ、痛くなく歩けるっていうのを第一に置いて選んでいますので、ぜひ最後まで見てくださいね。あのこれを見ていただくとね、あのどんな靴選んでいいかとか、外反母趾になった時に、既存の靴でどういう靴を選んでいいのかっていうのを分かると思いますので、ぜひ最後まで見ていってくださいね。第3位、ニューバランスっていう靴ですね。これはもう本当に測量医が作った靴なのですごくいいんですけども、ニューバランス、まあまあいいですね。ニューバランスのお店に行って足測ってもらって綺麗に履くと、結構ねあのちゃんとアーチが上がっていて、足にね、足の裏側の力も入りやすいので歩きやすいです。あのよくあのランニングシューズとか、あのマラソンされる方とかニューバランス履いてる方が多いんですけれども、あの足にもいいので、あのぜひ、履いてくださいね。外反母趾の方もね、ちょっと前緩めに履いてもらったらいいんですけども、ちゃんとこれ紐締めてくださいね。あの紐締めないとどうしてもガサガサするので、滑らないようにしてください。まあ、ニューバランスすごくいいですね。これね、これが第3位になってます。第2位、1位と2位とね、もう僅差なんですけどね、これ皆さんよく履いてこられてます。うちのね患者さんも、ほんとね、調べてはいないんですけども多いんです、この靴。さあ第2位はスケッチャーズっていう靴なんですね。これもね、測量医が作ったね、あのアスレチックシューズって書いてありましたけども、すごく柔らかいですね、前が。で、外反母趾の方っていうのはどうしても前が一番あのね、親指のところが幅が広くなってますので、そこをここですね、親指で言ったらここがこうなってますから、ここがすごく広くなってるので、この足のね横幅が広く、横アーチっていうところが広くなってますので、ここに合わせて買うんですけども、結構ねあの伸びやすく、前がね柔らかく布で作ってあるんですけども、その靴がいいですね。皆さんそれ履かれてます。で、同じ靴を3足も4足も買う方がいらっしゃるんですね。これいいですよ、めちゃめちゃ歩きやすいです。ほんと軽いし、まあ、ちょっと前はね布で作ってあるというか、すごく足にも入れやすいし、履きやすいし、でちゃんと紐でも締めやすいし、そういう形の靴なので、これが第2位ですね。あのいいです、これめちゃめちゃいいです。そして第1位、これはね、あの足に悪い人もいいんですけど、外反母趾、巻き爪、それから足の症状出てる方ですね、ビルケンシュトックっていう靴なんですね。はい、これはねすごくいいですね。整形外科さんが作った靴なんですけども、インソールですね、作ってはったメーカーなんですけども、足の裏がねちょっと見てもらったら分かるんですけども、コルグなんですね。軽いです、すごく軽くて、であのちゃんとね親指のところ、アーチのところっていうのをちゃんと形成してあるんですね。ですので履きやすいです。あ、でもね最初はちょっと硬く感じると思うので、あの足にねちゃんと合ってくるんですよね。あの肩がついていくんですね。で、あのこのビルケンシュトック履くときは本当にね、あの歩く練習した方がいいですね。あの形がつくので、あのしっかり今の、 あの悪い足の形をつけちゃうとそうなってしまいますので、特に外反母趾とか、足の症状ある人は歩き方を練習してちゃんと歩けるようにして、そういうビルケンシュトックの靴履かれて足の痛み、外反母趾とか巻き爪の痛みがなくなってきたりするので、すごくいいと思いますね。で、ちょっとねおしゃれな感じで作ってあるんですけども、ちょっと前が広いんですね。で、あの普通にあのお仕事行く時にも履かれてる方もいらっしゃいますし、通常履かれてる方もいます。よく有名なのがサンダルなんですけども、そういうのもいいと思いますね。まとめに入ります。まあ靴はね軽くて履きやすい靴がいいんですけども、特に外反母趾の人っていうのは先っぽがキュッてなってたりとか、ちょっとね親指がこうグッと曲がってしまってるので痛くなりやすいんですけども、それを痛くならないようにするためにはちょっと先が柔らかくてちょっと幅広な方がいいとは思うんですけども、あとはそれを補うためにしっかり紐を結んだり、上からねテープで、マジックテープで留める靴もありますので、そういう形でしっかりホールドするということでね、すごく履きやすい靴となっています。第1位はビルケンシュトックなんですけども、第2位のスケッチャーズ、これは一般的に普通に販売されてますので、できたら店行って買っていただきたいんですけど、足合わせて買っていただきたいんですけども、すごく軽くて楽で
歩きやすい靴なので、特に外反母趾の人っていうのは履いてほしいと思いますね。この動画を見ていただいて、あ、すごくためになったなとか興味あるなと思ったら、ぜひチャンネル登録してください。それからグッドボタンも押してくださいね。よろしくお願いいたします。それではまた次の動画でお会いしましょう。よしよし。